どうもひよりんごです。今日の動画は、今日はですね、洗濯物たちを干していこうの動画です。やばいでしょ、もうこんな動画大丈夫かな。ちょっとね、喋りながらみんなに洗濯物までも付き合ってもらおうと思いまして、前回はですね、洗い物を付き合っていただいたんですが、もう洗濯物めっちゃ溜めたのよ今回も。まあ、前回も結構溜めて、私結構溜めてやる派なんですけど、もうあれよ、5キロ用、一人暮らし用の5キロの洗濯機パンパンに詰めるまで洗わないというね、生活をしています。なんかさ、ちょっとなのに洗うのちょっともったいないみたいな、なんかちょっと貧乏症出ちゃってまして、早速ね、ここにね、今溜まってるんですよ。それらをこうかけていきながらおしゃべりなんかしていこうと思います。イエーイ。寝起きでとりあえず洗濯物をこなしたという自分に、もうありがとうとあ、頑張ってるぞと言いたいがために、動画を回しつつ洗濯物をね、しました、しました、します。今からたたまない、今から干すんですけど、なんだろう、洗濯機がピーって鳴った瞬間から干すまでにもうほんと時間かかるんだよね。だからちょっとみんなに手伝ってもらおうと思って、やっぱりね、カメラをね、回すとちょっとシャキッとね、やれるんですよ。まあ、全然なんだろう、すっぴんで、すいませんって感じなんですけど、なんだろう、できるのよ。だからね、もうみんなにいつもね、ちょっと付き合ってもらっちゃってすみません、本当に。またヒヨリンゴの家事手伝うのかよみたいな気分になってる方もいっぱいいると思う。一人暮らしの方とかも見てくださってるのかな。なんかさ、私すごいさ、よくいっぱい寝ちゃうみたいな話をしたりするとさ、なんか寝れるのは今だけだよみたいな、だから楽しんでねみたいな、寝れる時間を楽しんでねみたいなコメントをさ、いただくのよ。私はさ、一人暮らしだからさ、自分の時間にやればいいじゃん、自分の時間のペースで。でもさ、お子さんがいらっしゃったりとか結婚されてる方はさ、そうはいかないじゃない。朝、やっぱ朝干すのかな、朝洗濯を回すってなるとさ、え、何時に起きんのみたいな。家を出る、まずさ、家を出る1時間前とかには洗濯物を回さなきゃいけないでしょ。で、干す時間も考えたら、世のお母さんたちは何時に起きているのみたいな。すごい、もうね、尊敬しかないよね本当に。で、私はね、結構夜とかにやっちゃうの。今は夕方なんですけど、でも夕方に今やってるのも、一日何もしなかったっていうよりは、洗濯したからまあいいかなみたいな、自分を慰めたいから洗濯をしているだけで、本当に今日は偏頭痛がすごくて、雨なんですよ。だからね、偏頭痛すごすぎて、この上下運動もすごく痛いんですけど、でもね、やっぱカメラが回っててみんなが応援してくれてるって思うと、わかんないんだけど応援してくれてるか、すごく頑張れちゃうの。だからちょっと洗濯物だけはね、やりたいと思ってさ。でもそう、コメントでいただくんだけどさ、今は一人暮らしだから、そのなんだろう、自由な時間を楽しんでねとか、本当にさ、なんかさ、きっとさ、そのコメントをくださってる方ってさ、絶対自分は大変なわけじゃん。まあ幸せもいっぱいあると思うけどさ、その私みたいなさ、ぐうたら生活は絶対できないけど、でもそう言ってくれる、なんか私だったらね、なんか羨ましいとか、なんかなんでダラダラしている人がいるのに私はこんななんかしなきゃいけないわけみたいな、なんか私ってそういう風になっちゃいそうって思ってね。でもその人のさ、そのぐうたらしてる動画を見てさ、今だけだから楽しんでねみたいな素直に言ってくれるのって本当になんか優しいなと思ってさ、動画を見てくださってる方はみんないい人だなと思いましたね。え、幸せ。私は本当に動画を出すとさ、コメントをくださってさ、なんかね、一人暮らしって孤独だけどさ、でもね、今はもう実家には戻れないかも。泊まりに行くとかはいいんだけど、実家にじゃあ一生戻りますかみたいな、一人暮らしの家を解約して戻りますかって聞かれたら、いや戻んないと思う。なんかパニック障害あるからさ、やっぱり一人で夜いたりすると部屋にね、発作とかが出ちゃったりとかするけど、それも含めても実家に移住、なんて言うんだろう、戻りたいかって聞かれたら戻りたくはないかな。なんで戻りたくないかっていうのは、みんな大好きなのよ、実家大好きだし、
あのみんな大好き、お母さんも大好き、お父さんも大好き、お兄ちゃんも大好きだし、おじいちゃんおばあちゃんも大好きで、家帰るとね、おじいちゃんとかおばあちゃんがめっちゃ喜んでくれるから、本当に月にね 1,2 回は帰りたいとは思うんだけど、あのねやっぱ人が多いんだよね、家の中に。あの二世帯住宅の一軒家なんですよ。で、あの玄関は1個なの。だからそのなんだろう、誰かしらどの部屋に行ってもいるんだよね、人が。もうそれってさ、すごく幸せなことだよ。幸せなことだけどさ、一人暮らしをしてしまってる私からしたらさ、私ってどこいればいいんだっけみたいな。いつも一人なわけじゃん。いつも一人でいたわけです。 いたんですいたって言ってもまだ5年なんだけど、だから実家は本当に遊びに行きたいなって思う場所だな。よし、こまごま、こんなにね今やれたんです。こまごま系行きたいと思います。こんな風にかけて、ちょっとおパンツとかはちょっと見せられないから、見せられないっていうか、おパンツ見せられても困りますよね。おパンツとかは最後にやろうかなと思います。ちょっと見えてる？あ、これサムネにしようかな。なんかさ、本当にさ、気圧がやばいわけでさ、雨が降るちょっと私見えてないけど大丈夫か。雨が降るさ、前の日とか雨が降ってなんか気圧が上がってたりすると、上がってるのか下がってるのかよくわかんないんだけど、なんか本当頭痛くなるので、このなんか鈍痛とかじゃなくて、本当に歩くとズキン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 みたいな頭痛がしてさ、なんで私ってこんなバカなのにさ、気圧だけはわかるのって思うのよ。なんで私気圧だけわかるの、本当に。もっとさ、アンテナ立てなきゃいけないとこあるわけじゃん、わけじゃんっていうか、あると思うんですよ、自分の中でね。もっとうまくやっていけないみたいな。でもさ、本当に気圧だけは本当にドンピシャわかるんだよね。だからまあ、もう才能だよね。でもさ、ストーリーとかにね、今日頭痛いねみたいな書くとさ、みんなさ、私もそうですみたいな、みんな頑張ってんだからさ、ちょっと私も頑張ろうって思う。みんなと一緒に頑張って乗り越えていこうと思って、先ほどロキソニンを飲んでやっと動き出しました。でも今日はね、洗濯ぐらいしかしないと思います。しろって感じなんですけど、でもお風呂さっき入って、お風呂に入ったので、あのすっきりはした。やっぱなんだろう、頭痛いからってずっとこうゴロゴロしちゃうと余計ひどくなるって分かってんのにさ、しちゃうよね。矛盾だよね、ほんと。頭痛いからベッドにいるのにさ、それでまた頭痛くなってさ、なおかしいでしょっていう、なんなのっていう感じでいますけれども、でも私はこんな今聞いていただいているようにとっても元気に過ごしております。頭が痛いだけで、心はねとっても元気です。やっぱバイトとかが最近すごく忙しくてね、ちょっとみんなごめんね、バイトが忙しくて、あの全然5連勤とかしてたの。そうしてたらね、あのすごく体調が良かったの。逆にさ、やっぱ人間らしい生活ができたからなんだろうね。すごく忙しかったんだけど、すごく人間らしい生活ができました。なのでちょっと暑い、この部屋今日はね部屋干しをして、明日ぐらいに乾くんじゃないかなと思います。それをね取り込みたいと思います。ありがとう、みんな。パンツとか見せちゃダメな、ブラジャーとか以外干せました。みんなのおかげで家事がスムーズにできました。ありがとうございます。またねちょっと家事を手伝ってもらうことになるかも。ちょっと待って、みんなのおかげだってよ。10分以内にできちゃった。ずっと喋っててちょっと酸欠気味なんだけど、やっぱさ、みんなとさこうやって家事をやるとさ、はかどるし楽しいです。本当にいつもありがとうございます。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またみんな喋ろうね。バイバーイ。皆さん本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。ちょっとさ、やだもう。これね、 IKEA でね買ったんですよ。10本か20 10本入りかな、10本入り199円だった。私さ、ハンガーがなくなっていくのが本当に無理なの、精神的に。わかるかな。だからねちょっとなのでいっぱい買ってあります。ということで皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。